智樹が2年連続のチャンピオンを獲得する瞬間も、さあ近づいてくる。さあ宮田理智がオーバーテイクシステムを使って日立アステモシティに並びかけようとしたんですが、ここは大岩、いや、しかし本当は立ち上がりだ、立ち上がり、最終コーナーの立ち上がり、宮田理智の今次の日を担うであろう若手の2人が手元なバンドコー